行きますか。さて、どのアングルで撮ろうかな。えい。あ、今日はちなみにネックマウントじゃなくてヘルメットマウントにしてます。久しぶりに。おお、かっこいい。ここ撮りたい。ここ iPhone で撮るか。ここ iPhone で撮りましょう。こういうと木の奥深さも、道のくねりと奥深さも入れたいんで、こんな画角ですね。で、バイクが主体と、道がくねってるよっていう、こんな感じかな。やべえ、楽しい。絶対滑るこの草。いいなぁ。光の感じからやったらこんな感じか。ああ、こんな感じかな。なんでカメラ持ってきて携帯ばっかしで撮ってるって感じだけど。これは広角にして、光の感じが、カメラバイク主体でいっか。感じていこうかな。で、はい、いきますよ。はい、チーズ。はい、もう一枚。はい、チーズ。こんな感じの写真ですね。まあ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 うまくいってないけど、まあ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 。ちょっともう一回下に行くんで。なんだよな。ここ。の。あ、電柱が。電柱が。あ、思ったよりもあんま良くない。とりあえずこういう時は。お、自分が映ってる。自撮りほど嫌なもの。ほんと。2.5 メートル以内に近づけんとダメってなんかルールがあったよね、確か。こんぐらいか。ボケまくっとんな。これでいい？お、他の方がお見えになった。指映っちゃう。よし。さてと、戻ります。それか下で撮るかな。今何時？やばい。ちょっと今日は、床屋さんにも行かなきゃなんで、ここ行きたいけど、ここで撮る？ベタすぎん？ベタすぎるよね。ここ光が足りないんよね。足りないんけど、どうしよう。行ってみますか。とりあえず撮ってみよう。
怖い怖い怖い。ちょっとセンタースタンド、センタースタンドさん、よいしょ、はい、めっちゃ上がってる。お、なんか来た、車さんが来た。こんにちは、こうしようかな。あー、なんかうまいこてかんね。こっちだね。ポートレートじゃねえな、普通でいっか。ここ、こう、ここ夜、奥が結構いいんですよね。今日は一応一眼も持ってきたんで、広角は欲しかった。レンズはタムロンさん、タムロンさんの3515150ですね。このレンズめっちゃいいんすよ。ほんと、なんかおかしい。ドライブモード入っとかなったら。ちょっと待って。もう1枚でいいと。1枚で、ISO が200になっとるけん。とりあえず、ISO は80で、露出が1段下げて、F 値は2固定で、どう？奥まで見える？奥まで見えんか。どういう風に撮りたいんかな。こうで、途中でピントが、奥に合わせたいな。こんな感じですかね。これ入れたくないな。こうやな。奥のこのキラキラに合わせて、シャッタースピードがなんかすごいことになってる。シャッタースピードが、なんでこれ20分の1とかなったの？え、多いよね。あ、80にしてるからか。あ、そっか。ダメか。ISO がちょっと下げすぎか。ということは、400くらいしますかね。400くらいやったら売れないでしょ。で、ここでピントを合わせて持ってくる。水平取れてる？よいしょ。横がいいかな。横やったらこの S 字もうまく出せるんで、こうしましょうか。ロッキング開始やな。なかなかうまくいかんすね。どうがいいかな。さて、こういうのも結構好きなんよね。こうして、ダメか。トラッキング解除。ここでトラッキングさせて、
な感じかな。よし、疲れた。もういつもこんな感じで結構適当に撮ってまーす。まあ、こんな感じですな。ダメだ、真っ暗、光の手助けがいる。よし、こんくらいにしときましょう。さあさあ帰ろう。